トリッピーレッドはアメリカ合衆国のラッパー、歌手、シンガーソングライター。高校卒業後アトランタに移住し、ラッパーのリル・ウォップに出会い、後にレコード契約。自身のラブ・スカーズや699イネをフィーチャーするポールズ1469、トラビス・スコットをフィーチャーするダークナイト・ズンモなどでよく知られている。2018年7月にホワイトはデビューアルバム ライフ S.A. トリップを発表。アルバムは2018年8月10日に発売され、ビルボード200で4位を獲得。2018年11月に、ホワイトのミックステープ、A.Lover l o t e r 2U3 は、ビルボード200で3位を獲得。2019年8月9日には、セカンドアルバムをリリースする。2020年10月30日には、 三作目のアルバム、ペガサスをリリースした。マイケル・ホワイトは1999年6月18日、関東で生まれた。ホワイトの出産時、父は刑務所にいたため母はシングルマザーとして育てた。彼の音楽への興味は、母の聴いていたアシャンティ、ビヨンセ、ニッパックや、ナズから始まった。後に彼は、ティー、ペイン、キス、ニルバーナ、グッチメイン、 マリリン・マンソンやリル・ウェインを聴いていた。リル・タイに影響を受けてホワイトはラップを始めた。トリッピー・レッド・リル・ウォップはホワイトをレコーディングスタジオで始めるのを手伝った。コディ・シェインと共に3つのプロジェクトを始めた。アウェークニング・マイ・イナー・ビースト、ビースト・モードとロック・ザ・ワールド・トリッピー。その後ホワイトはレーベル・ストレインジ・エンターテイメントと契約をし、 ロサンゼルスへと移住。2017年5月、ホワイトはデビューミックステープ A Love Letters u をリリース。リードシングルの Love Scars は YouTube 上数ヶ月で800万再生を超え、サウンドクラウドでは1300万再生を超えた。ホワイトは XXX Tentas やぬのアルバム17からの曲 Fuck Love でコラボをした。 この曲は、ビルボードホット100で28位を獲得。2017年10月、ホワイトは2枚目のミックステープ、A Love Letter 2 U2 をリリース。ビルボード200で34位を獲得。同じ月に、ホワイトは、リル・オップとのコラボ EP、エンジェルスデーモンズをリリース。2017年12月5日、ホワイトは、トラビス・スコットをフィーチャーする、ダークナイト・ズンムをリリース。 ビルボードホット100で72位を獲得し、ホワイトがリードアーティストとしては初エントリー。2017年12月25日ホワイトはスコット・ストーチがプロデュースし、スワエリーをフィーチャーする TR666 をサウンドクラウドにてリリース。11月30日にプレビューされた。ホワイトはバウアー、ウー・イー・ファン、ジョージ、リッチ・ブライアンと共に18をリリース。 オペネア・フラウンフェルトに出演するトリッピーレッド2018年3月にビルボードとのインタビューでホワイトは自身のデビューアルバムはリル・ウェインやエリカ・バドゥをフィーチャーしたコラボレーションにすると言った2018年7月ホワイトは26曲を含むデビューアルバムのライフ・エサ・トリップをリリースすると発表後に16曲に変更2018年6月22日 シングルのメライキーと How You Feel 2018年8月7日には Taking A Walk をリリース。Life S.A. Trip は2018年8月10日にリリースし、ビルボード200アルバムチャートで4位を獲得。シングルの Taking A Walk はビルボードホット100で49位を獲得。2019年7月24日、セカンドアルバムの リードシングルとしてアメリカ人ラッパーのリルベイビーとリルデュークをフィーチャリングしたシングルマック10をリリースしたアルバムは2019年8月9日にリリースされ全米初登場3位を記録した2020年5月15日ニューアルバムのリードシングルとしてパーティネックスドーとのシングルエキサイトメントをリリースした九月十一日ニューアルバム二枚目のシングルとして アスタライムズをフィーチャーしたシングル、I Got You をリリースした。10月7日には3枚目のリードシングルとなる、3B Hollow ーーをリリースした。2020年10月30日、3作目のスタジオアルバム、ペガサスがリリースされた。トリッピーレッドトリッピーレッドこと、マイケル・ラマー・ホワイト4世は、アイルランド系、ネイティブアメリカン系、アフリカ系アメリカ人であることを公表している。 ホワイトは2017年3月に700万ドルの資産があり、母親に30万ドルの家を購入したと語っていた。2018年5月下旬、ホワイトはラッパーの FDM グレーリーへの暴行容疑により、ジョージア州ブ軍で逮捕された。グレーリーによると、ホワイトとラッパーのリルワップが、グレーリーのガールフレンドを侮辱し、グレーリーは、 ホワイトとの殴り合いの喧嘩になる前に銃器を見せたという。その時点で FDM グレーディはホワイトとリルワップを含む4人の男に襲われた。ホワイトはアフレア、犯罪不法侵入、暴行の容疑で逮捕された。数週間後の6月初旬、ホワイトはジョージア州で女性をピストルで殴ったとされる暴行容疑で再び逮捕された。 トリッピーレッドシックスナイン2 0 1 7年4月13日、シックスナインはトリッピーレッドの楽曲、ポールズ1469にフィーチャリングされ、7月にもオイにフィーチャリングされた。その後、シックスナインに小児性愛者の疑惑が浮上するとホワイトは、シックスナインを休団する声明を発表する。2017年11月11日、ホワイトはニューヨークのホテルで襲われ、 69のチームのメンバーに待ち伏せされたと主張した。2018年2月、69はインスタグラムでホワイトと口論した直後にロサンゼルスの空港の外で複数の男性に暴行を受けた。69はホワイトが仲間のラッパーであるバッドベイビーと性的関係を持っていたことを告発する。 バッドベイビーは二人が過去にキスをしたことを認め、私たちはキスをしたけど、それはそれほど深刻なものではなかったし、彼は当時17歳だったのよ。と述べている。XXX テンタシオン2017年10月、ドレークの楽曲、ゴッツプランのプレビューがソーシャルメディアで公開された。同曲はもともとホワイトがフックを歌った楽曲だった。そこで、 ドレークとの間に過去に問題を抱えていたフロリダ出身のラッパー XXX テンタシオンがホワイトを困らせるために699イネと交友を始めた。2018年3月 XXX テンタシオンはホワイトがフロリダ州に入ろうとしたら暴行することを宣言しホワイトをフロリダ州から追放した。しかし、 XXX テンタシオンは同月下旬の公演中にホワイトに謝罪しホワイトが謝罪を受け入れたことで二人は和解した二人はその後複数回のコラボレーションを行っている6月18日に XXX テンタシオンが亡くなった際にはホワイトは追悼の意を表して髪を染めたリードアーティストフィーチャーアーティストありがとうございます